やらないか。ワールドオブガンズ、ガンディスアセンブリー。今回はベレッタ92の解体シミュレーションを行っていきます。ベレッタっていうとバイオハザードに登場したイメージが強いですが、あとは漫画の殺し屋1でノボルが使っていた銃で、個人的には印象深く残っております。で、この銃のモデルがベレッタ 92FS なので、まあ初期から5番目のモデルですね。アメリカ軍で正式化されたのがこの1個前の92F だったかと思いますが、まあやっていきましょうか。解体はいつものルールで。解体する手順間違えたら強制終了の鬼畜モード、ハードコアモード。まあ、ゆえにこの銃の構造を丸暗記しないと、動画が撮れないというわけだ。まずマガジンを抜く。ほんで次は、まあ簡単なんだけど、スライドを抜く。で、中にあるリコイルスプリングを抜いて、バレルを取る。これね。で、バレルの後ろにあるブロックとピンを引っこ抜いておしまい。あとはスライドの奥の方なんだけれども、このちっちゃなパーツ。これを抜く。ほんで、次にこれだな。これを取って、よいしょ。見づれな。こんな感じ。で、セーフティーレバー取る。反対側からも取る。こんな感じ。で、ここにちっちゃな、バネがあるんで、忘れずに抜きましょう。で、こっちの方にも、ちっちゃなパーツが2つあるんで忘れずに取っておきましょう。ほんで最後にこれ。ファイアリングピンを引っこ抜いておしまい。ほんで、お次はボディの部分なんだが、まあまずは、ネジを取る。ネジを取ってカバーを外す。反対側も同じように、ネジを抜いて、カバーを取る。そうすると中身があらわになるので、そうだね、あとは適当に、ここら辺は適当でいいんだ。いろんなレバーなどをこう引っこ抜いて、よいしょ。あとね、このお尻にもね、バネがあるから忘れずに抜いておきましょうね。反対側も同じように、ひたすら、取る。ほんで、次は、ハンマーを固定しているピンを抜いて、ハンマー取っちゃう。ほんで、中にある、これ。これを取って、からこれを取る。中に、この棒があるんで、これをしっかりと抜いておきましょう。ほんで、最後に、レバー。これを取っておしまい。フィニッシュ。ほんで、次はこれを組み立てていくんだけれども、まずレバーでいいや。順番としては、まずね、棒を入れて、で、これ。これを先につけてから、これ。で、その次に、ハンマーを設置して、で、ピンで固定する。OK。あとは、じゃあ、ここら辺、適当に。あとは、順番関係ないんで、適当に、入れていく。で、スプリングも忘れずに、ぶち込む。あとはカバーをつける。ネジが全部で4つ。外れないようにしっかりと、つける。で、ボディが完成。で、次が、スライドの部分なんだけれども、まずこのファイアイングピンをケツにぶち込む。で、まず先にこのね、これね。絶対これを先に入れること。ほんで、ここにもちっちゃなパーツがあったので、これね。忘れずにつけてから、つけとこう。で、これを先にぶち込んで、カバー。ほんで、次がね、これ。上からこいつをぶち込む。で、下の方でカバーをピンで刺して固定。
で、お次はバレルの部分なんだが、ブロックとピンを差し込んで、中に入れる。で、あとは、リコイルスプリングを中にぶち込んでから、スライドを本体と合体。あとは、簡単だね。マガジンを入れて、フィニッシュ。で、今分解した部品がどういう風に動作しているのかっていうのは、動作確認でシミュレーションを行うことができる。普通に打ってる分にはこんな感じなんだけどさ。アンリロード、リロード。で、中の部品がどういう風に動いているのかっていうのは、こういった X 線を使って見ることができるんだ。まあこれが一番見やすいでしょう。で、普通に打っているとわかんないので、スローモーション10分の1ぐらいで。まあハンドガンとしてはだいぶ単純なんじゃないかな。構造としては。グリップのバネで、ハンマーを、バシンと。で、ここにあるボタンからファイアーイングピンを押して、で、雷管を、なんて言うんだろう、破裂っていうのかな、雷管を爆発させる。パン。こういう仕組みですね。反対側から見ても同じだと思いますが、ま、こんな感じ。銃を撃った時の反動でハンマーが後ろに押し倒されて、トリガーを引くことによってロックが解除されて、グリップの力で叩く感じ。言葉じゃなんか言いにくいんだけど。で、セーフティーレバーを押すとどうなるかっていうとね、ほら、このスイッチの部分が上向くから、ほら、こういう風になってるんだね。だからこのファイアーイングピンはもう動かない。上向いちゃってるから。うん。こういう仕組みなんですね。あとは個人的にはベレッタって言ったら、このグリップは黒じゃなくて、俺は茶色の方が好きだ。こっちの方が馴染みがある。ま、こんな感じですね。じゃあ今回はここまでにしときます。最後までご視聴ありがとうございます。高評価忘れずによろしくお願いします。コメントはすべて目を通しておりますので、ご自由にどうぞ。それじゃ、また。